どうも、サンです。さあ、今回はですね、私、森本慎太郎、そしてメンバー熱望の企画のはずです。一応分けた方がいいんだね。森本とメンバーが熱望。そう、らしいです。台本上は。今回、だから筆頭だ。特にってこと？特に僕が、リーダーだね。なんか、だから、なんで僕が今回台本を持たせていただいてて、ちょっと仕切りの方をやらせていただいてるんですけども。今回ですね、大好評の大食い企画でございます。おい、第3弾？第3弾ですね。大食い企画っていうか、無限、はい、無限企画ですね。無限企画ですね。大好評で、急上昇にランクインし続けた、あの無限企画、ワンコそば、ワンコ小籠包に続く、ワンコ焼き鳥でございます。ああ、やっちゃったやつ。無限だっつってんの、俺。だから今日お店潰れちゃうんですよ、すみません。お店の鳥からしちゃいます。そうね、ごめんなさい。ということですね、まあ、今回は鳥源新宿西口店さんにご協力いただきまして、備長炭で焼いたギリビックシ焼きをとにかく食べまくっていきましょうということでございます。こちらで今回はこれまでの大食い企画の結果の感じで設定してるんですよ。なんで一応ワンコそばの目標666だったのが792だったと。結構まあ俺ら超えてったわけで、でワンコ小籠包の時が100皿の200個が、まあ、81皿で162個で足りてない。時間もあったからね。そう、時間だよね。時間があったから言ってもね、無限だったんだけどね。でまあこの2つを経験した上で設定した今回の、制限時間と目標はですね、制限時間1時間、はい、でまあ、 金木犀が押したために一応45分予定。マジ、でも無限だから正直やめてって言わないで終わんない。止まんないからね。永遠頼み続けちゃうから。で一応目標は全員で焼き鳥100本。それって1人余裕じゃないよ。16本、やめてる。17本食べれれば少なっ。102本だからね。100いけないと思ってるってこと。ああそう、やってるね。こんなに一緒にやってきてるのに1人大体何本ぐらい食べられる。あの普通に食事の平均で、で言うと多分10本ぐらいで食べてるなっていう感じだった。え、普通なのね。16本っていうのは結構かましてます。かなりかましてる方だと思う。一応ね、まあ激甘設定だと思うんですけど、まあ、100本目指して頑張りましょうという。余裕よ。でも焼き鳥だけなぜかインフィニティだ。まあそう、焼き鳥はね、無限なんだよね。つなぎも5。俺も追加しちゃう。俺も追加しちゃおう。うまい。うまい。あ、うまっ。うわ、すごいだよ。ハツのタレに。おお。もう早速、もう行こうか。時間もない。時間もないんで。お店もね。頼んでいきましょうか。頼むわ。じゃあとりあえず銀杏5、椎茸5。ね、お前ビビんなって。プチトマベーコン巻き。プチハンズ。部長、お前注文いいですかの、これやめてくれる。プチハンズも。めちゃくちゃダサいから。こうだもん。お、来たー。20本か。譲ってるか。20本じゃない。一気に上じゃない。でもシシト銀杏いいね。いやでもシシト銀杏1本あたり結構多いんだ。シシト。うまそう。ワンコなんちゃらの方が引き合う。うまっすこれ。ここサービス精神すごいわ。しっかりできんな。いい店だわ。マジいい店。はい。いい店。いい店だわ。いい店だよ。だよ。一本がさ山盛りなんだよ。ありがとうございます。みんな来た？来た。じゃあ俺ら6人の心臓を、はい、串でつなげちゃおうぜ。はい。せーの。何言ってんの？はい、ありがとうございます。うん。あ、うまっ。マジ無限、無限、無限、無限。マジで無限に食えよ、これ。いいね。うずらとししとうとしいたけください。お前、逃げんなよ。え？俺、桃ネギマ1つ、はい、とりあえずそれ1つと、はい、だいぶ食んで。ピーマンとしいたけお願いします。僕もいいですか。はい、あ、今日もだいぶかましてくれる。僕はうずら1本と、うずら1本、はい、ネギマってあるんですか。ネギマあります。ネギマ1本と、はい、あと銀杏。うわ、すごいの来たよ。何ほら、つくねちゃん。うわ、うまそう。ね、ちょっとつくねうまそう。レバー、美味しいんで、はい、もう1本出して。レバーあげてください。
うん、めっ、めっちゃうめえ焼き鳥、やばっ。ボスだ。あ、すいません、はい、これ何でしたっけ、梅のささみ、ささみ梅です。もう一回くらいじゃない。はい、はい、なんで、なにお前もう限界なの。だいぶ爪はあのジェシーさんが食べてるつくねがやっぱ一番出るんですけど、たくさん食べるってなるとやっぱり省いた方が。ジェシーつくね何本いった？4本マジヒーローだ、ヒーロー。うまいな、つくね。カーボンね、やばいね、うん、うわ、おいしい。やべえ、待って、ペン細胞考えるとなくなっちゃった。お肉注文して、注文ね。もう10本なくなるよ俺。いや、いっぱい、うん、え、すごいね。焼き鳥無限だもん。でも俺マジで慎太郎焼き鳥めっちゃいけるイメージある。なんか軟骨、はい、軟骨、軟骨だから朝やるもんじゃないんだって。これやっぱり軟骨の慣れだよ。軟骨の慣れ、軟骨の慣れを2 2で、はい。ハツの塩1、ハツの塩1、はい。レバーのタレ1、レバーのタレ1、はい。どうどう。あ、僕もいいですか、はい、男がどうかと。軟骨塩1、軟骨の塩1、はい。あとハツの塩も1ください、はい。と、あと軟骨1、軟骨塩で、はい。で、あとピーマン1、ピーマン1、はい、ピーマンうまかった。ピーマンうまかったね、うん、お前逃げ挟んだ。俺ピーマン、僕もピーマン。せせりのタレを2本と、はい、何食ってんのか、はい。ハラミの塩を2本、ハラミの塩2本、はい、とうずらの卵を1本と、うずら卵1本、はい、卵結構重いからね。アキレス、アキレス、はい、多分アキレスとこれ塩タレどっちが美味しい？どっちも合うんですけど、タレ焼きの方がどっちかっていうと、あ、じゃあタレでお願いします。銀だ梅、ピーマンをください。ピーマン、はい、はい、これで私16本です。俺今これ食って、で、これ食い終わったら7 9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 
お前ちょっとマジで。メディは？俺11だよ。俺10本でストップ。あとボンチューリー。ボンチューリー、はい。ボンチューリー。今何分経ったの？26分。26分経った？え？あと20分？やっぱ時間足りないって。それな。なんでさこう。小籠包の時にさ、時間足りないねっつったのをこう、ちょっとちゃんと聞いてくれないかな。なんかそういう冷たいとこあるよね。で、結局ちょっとビビってるっていうのはあるあるね、ある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 、そっちサイドが、うん、俺らじゃないよ、そっちサイドが。いや、でもそろそろ数数えんのやめてさ。なるほど、いけるとこまでハラハラしたいよね、うん、いけるとこまで行こう。確かに注文したいんだけど、目の前に来たので食べます。本当は正直、ももを7行きたいんですけど。あー、お前男だな。いいやね、お前。お前男だよ、ジュリー。え？男だな。だろ？まあ。もも7我慢すんだよ。ほんとだよね。我慢しなくていいんだよ。やばいよ、それ。俺初めてだわ、この細い串。細い串初めて、俺。慎太郎、俺マジ恐ろしいこと言っていい？俺も細い串1本しかない。でしょ？ピーマン太いから1本。俺でもピーマン発言。え？リアルな。舐めないでって。うん。何？全然。無限だって。何分目とかじゃないの？無限。だからそう、無限。食ってないのまだ。これそのまま食えばいいのにマヨネーズつけるか。本当だね。カロリーやばい。やばいね。気合入っちゃってるよね。じゃあ俺つくね1。つくねの手やめろよ。味噌タレ焼き。はい。はい。俺もそれにします。俺つくねの梅しそ焼き。つくねのまず味噌を4。はい、ジュリー、あ、俺、あの、だから、あの、軟骨、そうね、ちょっとインサートないんで、つくねの軟骨ね、軟骨の、ね、でよ、すいません、はい、プチトマトベーコン一つください。プチトマトベーコン一つ、あとは、はい、僕もで、はい、すいません、砂肝5。おぉ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 お前のそれが見たかったよ。今回も砂肝で5。すいません、はい、続きます、俺も。本当に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 。シシトウ1位。弱え、雑魚ちゃん。あと
ビビっちゃう。介護企業になっちゃう。初のタレ2位。ノーよ。っていうかさ、これすごいずるいね。だから俺もこれ一回しか言ってない。気づく最初に見た時に気づく言うな。気づくな。言うなよこれ。これやめて。ねえ。Here we go now, shake it on the night。ちなみになった。余裕じゃん。皆さんがその45分だと時間短い。うん。になって1時間。列車はいい、あと20分。いや、全然だってお腹いっぱいじゃないよ。あとどうですか。なんか俺らが無理してでも伸ばしたって感じになるんだったら45分でいい。あ、そう、全然ね。なんか見栄えの感じ。それはもうちょっとお腹いっぱい宣言ですか。違うって。あと20分で。ああ、じゃあ、じゃあ、追加しちゃおうかな。俺も追加しちゃおう。俺も追加しちゃおう。すいません、いいっすか。はい、どうぞ。ピーマン1。俺も追加しちゃおう。銀杏1。俺も追加しちゃおうかな。ガチで詳しい。やれやれよ、こう。じゃあ、帯ください。帯で、はい。どうですか。あと。あと。あと、ポッポ。うーん。秋です。テン。はい。わーだね。きた、つくね。よし。おドブテイスね。ありがとうございます。すいません、あれ、はい、ピーマンください。はい、かまします。お、きた、はい、しないでください。言ったれ、はい、塩で塩ね。ハラミ1とあとウズラも1つ。ハラミ1とウズラで、はい、お願いします。いや、十分でしょう、うん、このタイミングでその2は男だよ。早っ、こっち。もっともっと頼みなさいよ。ピーマン4とか行けばいいじゃん。もう俺本気モードになっちゃっていい。それ焼いてください。もうこれ取っちゃったから、あー首かりあたぼり、やべやべ、もう本気モードだよ。じゃあ無限って言ってんのが別にさ、7時間ぐらいやらせてくれたよ。なんでそんなさ1時間しかやらせないわけ。うわ、来た、ヒーロー。わー、俺マジでこれはすごい。いや、すごいよ。いらっしゃーい。やべえ、配んな。お前これガチいける？いやー、かっこいい。 You want million dollars! イエーイ、すげえ。マジかっこかって今、なんかヒップホップスターみたいだったの。あぶっ、そう、マジかっけ。いや、ちょう。You man。でもやばいよ。めっちゃ無限。めっちゃ無限はもうよくわかんない。おい、行けよ。やめだよ。うちの卵だけ食べて。やむ。ねえ、分かったよ。ちょ、待って。ちょっと待って。ちょっと死んだろ、こいつと。死んだろ。死んだろ、助けて。うちらの卵だけ食べて。死んだろ。今、妖怪と喧嘩した。あったよ、もう諦めて自分で食うよ。食えよ。でもうずら今日食べれてないから。そうだよ、お前食べたいって言ったじゃん。いや、俺30いきてえな。あと10分でございます。あ、じゃあラスト注文だ。ラストオーダーをお願いいたします。抹茶アイスモナカ食べるでしょ。まあとりあえずじゃあ銀杏1。銀杏1、はい。ちょ、待って、聞いて聞いて。この後でこいつかますんだから。なるほど、多分。お前、ちょっと深呼吸した。今危なかったよね。危なかった、鳥が暴れてたの、胃袋で。だいぶ危ない深呼吸やったよ。つくねチーズ。おーい、おい、バランス取れてる。と、ハツ。ハツ。軟骨塩。軟骨塩。攻めるね。はいはいはい。ササニ梅塩。めっちゃラッキー串に見える。はい、こっち。プチトマトベーコン。プチトマトベーコン。なんでお前追い込んだよ。以上。いや、もう一個、もう一個。もう一個、もう一個。もう一個、もう一個。ささみ。銀杏。銀杏、銀杏2本だよ、その場合。はい。プチトマトベーコン。1。プチトマトベーコン1。はい。あ、でも俺ピーマン来るんだ。もう大丈夫です。じゃあ、俺の。もう最後の男見せちゃおうかな。おぉ、見してくれよ。せせりの塩を1。うん、初のタレを1本。はい、ああ、今だって、でも正直さ、見て2倍エグくない？一回じゃあ10分ぐらい休憩しようか。Here we go now, shake it on your knowledge。
帯です。あっちが二次新宿でしょ。帯です。はい、なるほどね。だから次の日にするみたいな。そう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 。あのすごく柔らかくてジューシーなんで、ね、はい、満足感あります。食べるとめっちゃ美味しい。ありがとうございます。俺今日こん1時間ぐらい焼き鳥食ってた。初めてちゃんとした食レポ聞いた。ね、おい気づいてるか、ジェシーが喋んなくなってる。あっ、さすがに砂肝効果やばかった。いや、顎疲れそう。どう、うん、いけるの。いけるけど時間がない。やっぱ時間だよね。甘い甘いしょっぱい。え、すごくない、いっぱいいっぱい食いまから。すげえ。お前今からそれ食うの、マジきつい。でも助けるよ。助けるよ。何食ってもいい。まだ残ってるけど。間違いない。いける。俺って4位ってな。ここにもあるしね。おお。あ、でも俺今やっと来たよ。ちょっとお腹いっぱいになってきたかもなっていうの。今だよ今。まだ来てなかったのってビビっちゃってるでしょ。急に来たら泣きそう。これで俺。俺銀杏初めて食べます。はい、取ってやって記念すべき一本で。俺銀杏初めて食べます。石田さんピーマンとシシトいっぱい食べてる。煽られてるぞ。そんなことありません。うまくね、銀杏。うん、うまい。いや結構いいんじゃない。俺らあと1分でございます。余裕だよ。あと1分で1本いいのは2秒できる。みんな最後これも忘れずにね。30秒でございます。はい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 。マジ持ってるわけ？持ってないじゃん。はい、終了。美味しかった。めちゃくちゃうまい。よかった。じゃあごちそうしょ。ごちそうしょ。おやめじゃ、まあ、無事700本食ったということでね。いや本当ギネス乗れるね。ね。びっくりし、なんで審査員呼ばなかったんだ今日。あ、じゃあもうじゃあ一人ずつ数えていきますか。はい、1、はいはい、2、はいはいはい、3、あ、もったいないね。あ、もったいない。あ、残念残念残念です。ゼロだって。3、9、10、11、あ、12、あ、13、残念。え、俺こんないってんの、すごいじゃん。14、え、ガチ、これ俺も15、16、17、18、おお。俺の中で15、6、15ぐらいかなと思ってた。でもやっぱジュリーはノルマぐらいだね。ノルマ、ちょっと有名だな。ちょっと1、2本超えたぐらいです。コーチ行きます。ってことはさ、コーチよりも20ぐらい。1、2、3、8、このペースでかける6、9、それで1分いいんじゃない。10、15、16、お、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、カウント、カウントされません。いきまーす。これやばいよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、19、20、21、22、23、24、25、26。1
英語10超えてからめんどくさくならない。3 4 9 10ビビっちゃってるでしょ。まだ10だよ。11だった。12 13 19 20、ほら30が見えてきちゃった。31 21 21 見えちゃったから、ね、見えちゃったから。21 22 23 24 30乗るか25 26 27。おーい、いいっすね。多分注文では31点だよね。あ、そう。うん、じゃあいきます。うの、いや俺でいいんだよ。トース。18 19 20 21 22 23 24 25 26。ジェシー、銀なんとかガチ言ってないよ、ほとんど。あ、偉いよね。だから多分全部太いから多く見える。なるほどね。頼んだ総数とか書いてあるの、それ合ってる？合ってる。合ってる。なんかもっと食った気するもん。正直、待って。じゃあ待って。150乗ってるで。乗ってるって。だって見た感じさ、150いってるだと思ってる。乗ってる感じしない。なんで？なんで？144しか得しないっつだ。じゃあだから。じゃあおかしい。おかしいんだ。じゃあ合ってる。頼めばよかったじゃん、俺が。一回計算し直して。142じゃないと思うもん。一回合計やって。だそれ頭で計算してるでしょ。ちゃんちゃん。いや、やっぱ俺電卓でやんないと。8の本数と合ってます。本当に142本。おめでとうございます。イエーイ。まあまあ、いかないけどね。やっぱ時間だよね。ということで、次回のあのインフィニティシリーズでお会いしましょう。ほな。やったことねえ挨拶するんだよ。150ってことにしない？銀杏と獅子刀によってクリアされた142本。いやじゃあさ、銀杏と獅子刀一回引いてみよう。あ、そうだね。一回ね。100超えるから。うん。マジ超えるよ。多分銀杏獅子刀引いたら150いってると思うもんね。え、元々さ。どういう計算？バカすぎだろ。